へえ、何もすることがない、暇だ。世界を、じゃあ自由に飛び回りたいぞ。一日、おいらは、あ、いや、なんかよ、こんなところでだべってたのか。あ、来たな。みんな、さっきあたりを一周してみたんだが、今日もそうか、とりあえずありがとう、忍。ああ、こっから出て街ん中をこらげ回りて。それか、おやぶん、恥ずかしいことはやめてくれないか。こんなクソみてえなところで毎日を無駄にするなんて虚しすぎんだろ。ラーメン、旅人、ラーメンといえば私もだ。質問を変えよう。このメンツの私ではないと思う。何ジロジロ見てやがる、俺様。うえ、パイモンはお腹がすい、なるほど。は？なるほどって何がだよ。私もさっき聞こえた。20日経っても空腹を感じない。そんなことあり得るだろうか。そこも問題だな。人によって時間の経つ感じ方が。そういや、俺様は3日から5日ぐらい経ってる気がすん。食べ物を焼いたのも上のせいではなく気分転換のためだ。腹が空かないだけじゃない。体も大して疲れていないようだ。ねえ、私も同じだ。休んでも体は元の調子のまま。か、なんだか。どうしたんだ？そりゃおかしいな。あの方は仙人だ。滅多のことでは危機に陥らないはず。みんな、ついに見つけたわ。あっちに新しい道があったの。どこ、出口か。よし、出かした。出口。いや、そう簡単には行かないはずだ。はーん、特にさっきこの石の壁を調べた時に妙な違和感が。おそらくこれには隠蔽の術がかけられているわ。本当に道があるんだな。だいぶ苦労したが、ようやく出られるってわけか。イエランさんの洞察力と意志の強さには感服するな。ここ数日。大丈夫よ、別に。それじゃあ全員揃っていることだし中に入って。おお、早く行こう。やるべきことはまだまだたくさんある。次は何に会えるかな。来た。私についてきて。
おい、今声がしなかったか？なんだか怖くなってきたぞ。できない。この声はきっとショーだ。多分何かあったんだ。戦ってるみたいだな。俺たちが助けてやんねえと。でもどうやって探せばいいんだ。光線ガン王帝君のために震えよ。戻れ、戦法を開け、剣で。見切りました。の境地そこ、はっ、よっ、はっ、はっ、光線
早く。チリとなれ、落ちて。聞きたまえ、ここにて命じる。生成いる。はっ、風雪の祝文よっ。裁きの雷。やっ、部外者禁止。次、ついていきます。土台を刺しているみたいだ。行ってみようぜ。地面が溶け…あの、ショーってあんちゃんが下にいいんじゃねえか。待って、何かおかしいわ。これは…小さな裂け目のようだな。ま、生身の人間が入ってるわけねえよな。コウマ大戦、ショーなのか。おいおい、びっくりさせんじゃねえよ。あれ、これって幻…コウマ大戦、私たちの声は聞こえるか。おい、あんちゃん、しっかりしろ。反応がない。お前たち喋った。おお、オイラたち音を頼りにずっとお前のこと探してたんだぞ。影、しかし、なんつう偶然だ。あんちゃんが行方不明だって知って。偶然だと、何か妙だ。この卑怯は異常。急いで合流した方がいいわね。コウマ大戦、
一体何が。いや、それよりもお前らの身の安全を優先しろ。この空間は、ま、一体どこに行ったんだ。この近くで探索できるところとなると、おそらくこの穴の先しかないだろう。まさか怪我人に警告されるとはな。で、この穴の中に秘密が隠されてんだよな。心配すんね、あんちゃん。おや、ブン、一人で突っ走るのはやめてくれ。犬じゃないんだから。心配無用、俺様は無敵だから。どうやら穴はかなり深く。ことね、俺様のケツは。痛かったら泣いたらいい。私は笑いをこらえるから。笑うのかよ。同情するところだろ、ここは。同情すればそれは親分の威厳に対する冒涜になってしまうだろう。笑ってはいけ。大丈夫だ、好きなだけ笑ってくれていい。忍、お前は鬼か。心つむがねえのか。待って、おそらく高魔耐性はここに。こんなところに門があるなんて。なるほどな、ありゃ遭難者用の小屋だ。絵本で読んだことがあんぜ。危険地帯に小屋を建てるいいやつがいるってな。あんちゃんはきっとあの中にいる。なるほど、それだ。いや、危機感のある人ならそんな楽観的な考えはしない。牛使い野郎でし。お前もうなずいてたろ。つまりだがな、忍、そこがお前が俺様より劣っているところだ。わかるか。お前ら、ほら、どいたどいた。これを開けりゃ外に出れるはずだ。大さん、悪鬼大さん。うわあ！私の目がおかしくなったのか、門の中に人がいたよ。んなわけねえだろう。もう一回開けてみたらどうだ。おう、わかった。毎日遊んでばかりでうちの子までたぶらかして大さん。あの人たち、豆の入ったお椀を抱えて。あれは豆をまいて鬼を退治する人たちだ。なんつう恐ろしい光景だ。落ち着け、お前も稲妻人だろう。俺様は稲妻の。それよりもこの門はもし。そんなわけないだろう。この場所をどんな。開けたいやつを開けりゃいい。俺様はごめんだぜ。次は誰だ。おい、パイモン。無理無理、私がやろう。おう、決まれよ。門の中の奴らに負けんな。ああ、中がどうなっているのか私が見てやろう。忍、また本を読んでいるの。そんなことばかりかまけていないで、私の言う通り、鳴神大社の巫女になりなさい。今の誰だ。おい、さっきの人って。恥ずかしながら今のは私の母の声だ。まさか
このようなところにまで来て。またさっき巫女になれと言われていたようだが。私は巫女になりたくなくて、リーウェの学校に通い始めたんだけど、家族はそれを認めてくれなかった。稲妻へ帰った後も鳴神大社で働くよう私に望んでいるんだ。宮司のことだったらオイラも知ってるぞ。家の中で飼える猫もいれば、野生でしか生きられない猫もいる。私は絶対。そうだな、お前にはやっぱり荒滝派の方が向いてる。見ろよ今のお前のその堂々とした姿を。お前らも。ああ、私も今のままでいいと思うぞ。その点についてどうやらこの門は開けたやつの苦手な門が現れるみてえだな。あのあんちゃんが助けを待ってるはずだ。ここでグズグズしてる暇はねえってのに。他の人も試してみたらどう。遠慮するわ。心の中で恐れているものが現れるのなら私には試せない。どうしてだ。この原理自体がおかしいと思わないかしら。私は1ミリも信じていないの。確かにお前って夢とかもなさ。なら私がやってみ。おお、さすが俺様の恩人、いい度胸してんぜ。おそらくあるとは思うが思い出せないんだ。でもこの門を開ければそれを知ることができる。まったく今日一日何やってたの。4キロあった塩のうち売ったのは1キロだけ。残りの 1.5 キロ。はぁ、店の商品を適当に売っていいと言ったのはあんた。このバカ、隣のじいさんに塩を取りに来させたでしょ。その時途中で転んで足。はぁ、なるほど、民事訴訟か。さっきのは誰だったんだ。誰でもない、ただ私を悩ませた民事訴訟の。うん、つまり日常で起こるいざこざが怖いってこと。いや、ただつまらないことで争う人が苦手なだけだ。先ほどの案件も良かれと思って善意のつもりが怪我の原因になってしまうとはね。私は世に起きた問題を少しでも解決するためこの仕事に就いた。だ、わかるよ。人の心ほど複雑で傷つきやすいものはない。さて、他にも試してみたい人はいるか。私を見ないでちょうだい。絶対にやらないから。言えらんよ。ここにいる全員は仲間だ。なるほどね。私はリーユエ七世の天中園、行幸の下で働いているの。仕事の内容はこの門を開けて、もし秘密に触れてしまったら、ここにいる全員を。おお、そうか、すげえじゃねえか。秘密を探っていることがバレたら、生きたまま双眼鏡園から返してくれないかも。親分、この世界について。知らねえとなんか問題あんのか。俺様は自由気ままな鬼だぞ。イエランって行幸のとこで彼女が言わないから私も秘密にしていたんだ。旅人はどうだ、試してみないか。そうだな、この門を開けたらオイラたちの探してる人がいるかもしれないぞ。やってみようぜ。あんちゃんが中で待ってるかもしんねえ。あ、中に。旅人、何か見つかったか。助けなきゃならねえ人は、あんちゃんはこの中にいたのか。
その重苦しい表情、何か不快なものでも見たようね。そんな、大丈夫だ。お前のお兄さんなら、おいら。くそ、この妙なもんめ、ぶん殴ってやりて。疲れてさえなかったら、おいらも一緒に殴ってやったぞ。おい、どうした？つまり、あの門を通っても鴻魔体制は見つからなかった。この秘境、なんだか嫌な感じがするわ。どういう意味？私もそう感じた。ここは一筋縄ではいかない場所だ。ああ、私たちは鴻魔体制の跡を追って降りてきたというのに、その門の中も異様だ。自身の恐れているものを見せられる。それにいろいろとあったせいか、少し疲れを感じる。けど、まだ致命的なものではないはずよ。私たちの状態の変化が、空間にどう影響を与えるかが心配だな。はい。おいら。喋ってたら、なんだか俺様も疲れてきた。これまでの推測では、私たちが疲労や空腹を感じないのは、だが、今の状況から判断するに、精神的な疲弊、まだ鴻魔体制は見つかっていないが、とりあえず体調と精神、そうだな、休めると。今までずっと休んでいないのだろう。問題ないわ。私は集中力、それに君も何か気づいてたの。人の表情を読むのも。ああ、そうだったな。だが今はまだ初歩的な段階に過ぎない。そうね、私もいくつか考えていることがあるの。今はみんなでか、ご指導をお願いいたします。音階調整終わり。風の道、こんなことが起こるとはな。ああ、あれのことか。見られてしまった以上、隠してもしょうがない。長いこと荒滝派にいると、様々な場面に遭遇する。問題の後始末をするときには、今まで学んできたあらゆる知識を生かすことができるんだ。まあ、面倒事が大半を占めてはいるが、少なくとも荒滝派にいるわ。みんなと一緒に街を歩いたり、焼きたてのスミレ売りを手に、笑わないでくれよ。もし笑ったら、殴らないなんて保証はできないからな。牛を、あの門をもう一度見つけてくれねえか。いいところに来てくれた。門の中にいたやつが豆を投げてきたことは、ま、うん、もう手は尽くしただと。もう一度試してみてくんねえか。それでもダメなら別の門でもいい。外の世界に直接。そうだ旅人、もし時間があったら少し付き合ってくれないか。話したいことがあるんだ。旅人、今この空間について考えていたんだ。未知の脅威が潜んでいる以上、悠長に構えている暇はない。しかし都合が良すぎると思わないか。お前から鴻魔体制のことを聞いてすぐに、あの空間から彼の声が聞こえてきただろう。まるで恋に仕組まれたもののようだ。鴻魔体制がその場にいると錯覚させ、一つ私には推測がある。だがいきなりそれを皆に伝えては、先ほど見た鴻魔体制の反応から察するに、おそらく彼は私たちと別の空間にいるはずだ。もしかするとこの空間はもとより錯綜しているのではないだろうか。ここにいるはずのない人、そして霊まで見えている。空腹を感じないのは体の状態が停滞しているのが原因だ。
もしこの推測が正しければ、私たちは非常に不合理な場所にいることになる。つまり、様々な情報が一つの可能性を示し、この地下空間は、時間と空間が錯綜しているということだ。しかし、そのように錯綜した空間だからこそ、どこにいるのかわからない仲間の声を捉えることができた。もちろん、この空間がそれを私たちに聞かせたのであれば、そして、先ほど鉱魔耐性の身に起こったことについて、私たちは彼に会ったのではなく、別の場所にいた彼の姿が何らかの空間の変化により伝わり、旅人、先ほど門の中でアビスを見たと言っていたな。あの門は、一見すると意地の悪いいたずらにしか見えない。門の向こうに何があるのかは、誰にも見当がつかない。最初はこの空間は手強い相手だ。私たちの思考を読んで、手のひらで転がすように操っている。それでも、私はただ黙って待っているつもりなどない。覚えていた。あれからは空間に干渉する術に近いものを感じた。鉱魔耐性の出現は、私たちと彼の空間が交わること。ましてや、私たちに彼の声が聞こえ、姿が見えることなど想定していないような印象を受けた。この空間は、私たちを罠にはめるためのものだと思う。だが、この変化が空間に裂け目を作ることを、予期していなかったように感じる。つまり、そうだ。あれから私は戻って、辺りをじっくりと調べてみた。このような混沌とした空間が交わり続ければ、だが、私はこれをチャンスだとも思う。もし空間が私たちの心を利用し、惑わす現象を作るのならば、心を落ち着かせて、耳を澄ますんだ。この感じ。うん、そこか。はあ？うわ、イエランの現像を破る技を真似てみた。こうもうまくいくとは思わなかったがな。声はこの現像の奥から聞こえるようだ。入って確認してみよう。あそこでまた会おう。声がはっきり聞こえるようになった。ここもそうか。そう、シャーここで身を経験し、もしよし、500年前の戦いで死んだのも。声がより鮮明に聞こえるようになった。おそらくこの辺りだ。鉱魔耐性、聞こえるか。エンヒだ。旅人と共にあなたを探している。旅人、エンヒ。よし、そちらの状況はどうなっている。バレなら問題ない。よく聞いてくれ。この空間は錯綜し混沌としている。私たちは同じ空間にいない可能性がある。我がいる場所は一切が混沌に満ちている。いいな、夜叉の身に宿る汚れは人間にとって有害だ。いや、その危険を上回るほどに今の状況は切迫しているんだ。この空間は仲間を探そうとする心理を利用し、あなたが一緒にいなければ、あなたを探そうとする私たちは常に危険な状況に身を置き続けることになるんだ。お前たちも危機に遭遇したと。我のことは探さなくていい。私たちはあなたが心配なんだ。先ほども旅人が罠にかかって危険な部屋に入ってしまった。どうやって交流する。鉱魔耐性、私たちの声がどこから聞こえるか探してくれ。もっと。そうか、混沌ゆえに交錯する空間。
何かをすれば。急いでくれ。この機を逃せば次はないかもしれない。下がれ。とにかく彼を拠点へ。これでお互いを見失わずに進め。あら、こちらもいろいろなことが起きた。しかし、これは私たちの安全のためだけではない。怪我をしているあなたを放っておくわけにはいかないだろう。たかが怪我だ。大したことはない。足を引っ張るなどと思っていない。みんな、あなたを必要としているんだ。私たちのためだと思って、ここに残ってくれないか。わかった。怪我をしているのですから、ひとまず休んでください。他のことは、また後にしましょう。ああ。できるものが、なすのか。やさの誇り。そう、やはり簡単なことではなかったのね。あら、旅人。うん、ちょうどいい。話したいことがあったんだ。私もこの空間そのものに狙われているような、そんな感じがしていたの。でもそれを逆手に取るなんて、さすが縁比ね。時間と空間が錯綜しているという事実は、先ほどの試みで確認が取れた。となれ、コーマ体制も見つかったことだし、あとは出口を探すのみ。さっきもう一度秘境を探索してみたの。新しい道を見つけることはできなかったけど、私の一族は代々砲術の修練を積んでいてね。実はあの秘境でそれと似たものを見たのよ。残念ながら、おそらくね。けどそれを判断するのは難しいわ。私も断言は。でもあれが何かを知っているのはこの中では私だけよ。つまりこの空間は。あの門もそうだった。まるで生きているかのように、人の心を読み、それを現実に作り出す。全ては私たちの警戒心を緩め。ただ仮にそうだとしても、その最終的な目的は何なのかしら。死ぬまで私たちをここに閉じ込めるため、うん、最悪の事態に備えつつ諦めずに行動しよう。双眼虚炎に秘密が隠されているのは知っていたけれど、このようなことは七星でさえ聞いたことないと思うわ。そういえばイエラン、最初に外で会った時、仕事があると言っていたが。私はカンルイヤの魔獣が侵入した時の真実を探しているの。ここからの話は全て他言無用よ。決して他の人に話さ。ああ、重々承知している。500年前のことよ。カンルイヤから来た漆黒の獣たち。元王帝君の命により戦艦軍は陣を敷き、死闘を繰り広げると、戦線を双眼巨炎近郊で食い止めた。ただ何者かが機を見計らって魔獣を引き離したの。最終的にこの戦いに勝利したのはリーユエ人だったわ。私の先祖にその戦いに参加した人が2人いるの。でも
生きて帰ってこれた方は正気よ。今の七星もこれについてはほとんど知らないはずよ。当時双眼巨炎から生きて帰れ、双眼巨炎の周囲の封鎖が解かれたあの日、私は当時の真相を探るためだけど、私たちが今いるこの場所、これから直面する、うん、でも諦めてはいけないわ。はあ、どうしたの？急に黙り込むなんて。し、話は後だ。今突破口は私が見落としてしまった細部に隠れているかもしれない。じゃあ、ああ、心配はいらない。お前が言った内容は紙に。そうじゃなくて、つまりそのことについて考えるなら。あまり旗色が良くないようだな。大丈夫だ。具体的に何が起きたのかはたまに親分を羨ましく思う。なあ牛尾、このちびすけ眠ってんだよな。普段は一世のいいちびだが、こんな風に元気がなくなることもあんだな。それにあのあんちゃんもだいぶ弱ってるみてえだ。俺様が牢屋にいる時もこんな感じで寝てるって。お、旅人か。たが。